皆さんこんにちは。日本すっぴん協会会長の鈴木です。今回は2021年1月1日に発売されるリンクルショットメディカルセラムをご紹介したいと思います。リンクルショットは2017年1月1日に発売されたんですが、日本で初めてシワを改善する医薬部外品として認められた薬用化粧品になります。でこれはもう美容業界としては本当に大きな出来事だったんですが、それがなぜかというと、これまで日本の薬機法において化粧品の効果としては乾燥による小じわを目立たなくさせるというところまでしか言えなかったんですが、それがこう長い年月をかけてたくさんのメーカーさんの努力があって、その高い壁を越えて化粧品でシワが改善できるというふうに歌えるようになったんですが、そのシワ改善効果を歌えるようになって初めて発売されたのがこのリンクルショットでした。美容業界としてもやっぱりかなりこう話題になりましたし、皆さんも CM とか街のポスターとかでリンクルショットのこうリンクルショットがアンテロープをバックにこうあるポスター見かけたっていう方多いんじゃないかなと思います。今ではエリクシールシュペリエルのエンリッチドリンクルクリームとか、あとカネボウのリンクルリフトセラムとか、たくさんのシワ改善美容液が発売されています。今お伝えしたみたいに、その化粧品でシワが改善できるというふうに言えるようになって、そこからシワ改善美容液とかシワ改善クリームってたくさん出てきてるんですけど、どれも同じ成分が入っているわけではなくて、それぞれに独自成分であったりとか、そのシワ改善が歌える成分を配合している化粧品になるので、それぞれこうシワへのアプローチが変わってきます。例えば先ほどお伝えしたエリクシールシュペリエルのエンリッチドクリームは純水レチノールというのが有効成分として配合されていて、この純水レチノールというのはこうお肌のこうヒアルロン酸の酸性を促してくれることで、こうお肌の水分量を高めて硬くなったお肌をこう柔らかくすることでシワを改善してくれるというものですし、カネボウのリンクルリフトセラムは有効成分にナイアシンアミドというものが配合されていて、そのナイアシンアミドが真皮とか表皮にこう深く刻まれたシワにアプローチしてくれるようなものになっています。でこうやってこう商品によってシワへのアプローチの仕方が違うんですが、このリンクルショットというのはすごくこう独特のアプローチの仕方をするクリームで、独自成分のニールワンというのを配合しているのが特徴になります。でニールワン の, 説明とか進化ポイントっていうのはこれからお話をしていきたいと思うんですが、その前に一度こちらの写真を見ていただきたいと思います。12年間片方の頬だけにリンクルショットを塗り続けた研究員さんのお顔になります。見ていただくと分かるみたいに、まずほうれい線の長さが違うというのと、あとこの口角の位置ですね、見ていただくと分かると思うんですが、口角の位置がその塗っていない方がちょっと下がっていて、塗っている方のお肌がちょっとキュッと上がっているような見て取れるかなと思います。なので今あるシワをケアするというのはもちろんなんですけど、未来にできる可能性があるシワを今からケアしておくという意味でも、こういったアイテムを使っていただくといいのかなと思います。そして今回なぜリンクルショットを紹介するかというと、先ほどお伝えしたみたいに2017年に第1弾が発売されているんですが、そこから4年の月日を経て2021年にさらに進化をして発売されるということで、今回はそのリンクルショットに配合されているニールワンという成分がどういったシワにアプローチをしてくれるのかというところのおさらいと、プラス何が進化してすごくなったのかというところをご紹介したいと思います。ではまずニールワンという独自成分がどのようにシワに働きかけてくれるのかというところをご説明したいと思います。シワの原因はもう皆さんご存知かなと思うんですが、紫外線によるお肌の炎症とか、あとお肌の乾燥、それに加えて表情を動かした時に肌にかかる圧力、表情圧というものがあります。例えばシワができやすいところを想像していただくと分かるかなと思うんですけど、目元とか口元とかよく動かすところ、こう笑ったりとか喋ったりするときによくこの辺って動くと思うんですけど、ここに繰り返し圧力がかかるとお肌がそこに炎症が起きている
というふうに勘違いをして、そこの修復をしようというふうに働きます。で、傷ができているわけではないんですが、そのお肌が勘違いをしてそこの傷を修復しようとする際に分泌される酵素というものがあります。で、これちょっと名前難しいので、覚えていただかなくても大丈夫なんですが、それが好中級エラスターゼというものになります。で、その傷を修復しようとするときに分泌される酵素が、その健全な肌のエラスチンとかコラーゲンを破壊してしまうということが判明しました。そしてその酵素の働きを抑制するのがリンクルショットに配合されている独自成分であるニール1になります。なので、先ほどお伝えしたみたいなナイアシンアミドとか、あと純粋レチノールとはまた全く違ったアプローチをするのが、このポーラのリンクルショットに配合されている独自成分のニール1というものになります。で、ここまでが前回に発売されたリンクルショットの中身になります。で、ここからじゃあ今回その2021年の1月、4年越しにこう進化して発売されるんですが、どう進化したのかというところをお話ししたいと思います。今回そのリンクルショットをさらに進化させるためにポーラが着目したのが、同じリンクルショットを使っている人の中でもシワが極端に改善する人がいるということに着目しました。シワがすごく改善するっていう人とそうでない人で、ここにはどういった差があるんだろうというふうに研究を重ねて、その結果判明したのが、シワを改善する力と傷を治す力には関係があるということでした。傷が治るのが遅いと感じている人に比べて、傷の治りが遅いと感じていない人は約 20% シワが改善しているということが分かったそうです。つまりその、例えば何か怪我をした時とかに傷の治りが遅いなって感じている方と、いやでも私結構すぐ治るかもとか、私割と傷の治り遅くないかもって感じている人だと、遅くないかもって感じている人の方がリンクルショットを使った時にそのシワの改善率がいいということが分かったそうです。そこでポーラがそのシワの改善と傷の改善というこの2つに着目して考えたのが、その傷を治す時に欠かせないコントロイチ硫酸というものがあるんですけど、それがシワの部分に増えればシワの改善効果が向上するのではというふうに考えて、その仮説からいろいろと研究を重ねていった結果、シワの部分にコントロイチ硫酸を増やすことで先ほどお伝えしたニール1の働きがアップしてシワ改善の効果が向上するということが分かったそうです。ここが今回の一番の進化ポイントになります。ちょっと難しかったかなと思うんですが、今お伝えしたお話をまとめると、このポーラの独自成分のニール1というのは、こうシワができる原因となる酵素を抑制してくれる効果があります。で、新しく進化するポイントとしては、シワがある部分にコンドロイチ硫酸というものをこう増やすことで、このニール1というものの働き自体を向上させることができるので、よりシワ改善効果がアップするというふうに進化しています。さらにこれに加えて、コラーゲンとかヒアルロン酸の生成を促してくれるエイルリキッドを配合することで、今発売されているリンクルショットに比べて改善率、シワの改善率が1ヶ月で2倍以上アップするというデータが取れているそうです。では先ほどからお話をしているのに商品が見せれていないので、ここで商品をお見せしたいと思います。2021年の1月1日に新しく発売されるポーラのリンクルショットです。ポスター見たとか CM 見たっていう方、もしくは今使ってますよっていう方は、あれパッケージの色が変わったなって気づくかなと思うんですが、今回宇宙服から着想を得て、チャレンジングオレンジというカラーにこうパッケージが変更になっています。中を開けていただくと、前回も同じなんですが、このような形になっています。で、テクスチャーはこれもちょっとテクスチャーが独特で、結構しっかり固めのテクスチャーになっています。
テクスチャーがこうちょっとバームに近いというか、結構しっかり固めのテクスチャーになっています。このテクスチャーに関しては、前回もこれぐらいの硬さだったかなという印象ですね。もうそのシワの部分にしっかりこうピタッと密着してくれるようなテクスチャーになっています。ではここから実際に効果的な塗り方をご紹介していきたいと思います。今シワ改善クリーム使っているという方も、ぜひこの塗り方を真似していただきたいなと思います。でリンクルショットの場合、使用量の目安としては、例えば目尻のシワに塗り込みたい場合は、お米一粒の量で、片方のシワになるので、目元両方ともケアをしたい方は1回でお米2粒の量を使っていただきます。ここからがその塗るポイントなんですが、塗るときはこうシワをストレッチして、こうシワを伸ばしていただいて、シワに対して直角に塗り込んでいくというのが大事なポイントになります。なので例えば目尻の場合はこう伸ばしていただいて、こうシワがこう横に入っていると思うので、下から上に向かって直角に塗り込んでください。これはスキンケア全てに言えることなんですが、塗る時のポイントとしては、絶対にこう肌を下げないっていうのを意識していただければと思います。なので内側から外側に塗るときも、こう下から上にこう引き上げるような印象で塗っていただきたいですし、こうスポットとかポイントで塗るときも下から上に塗っていくようにしていただければと思います。おでことかほうれい線とか、こう結構長く入っているシワに対しては、もう直接こうやって塗っていただいて、伸ばすときもこうストレッチさせながら、下から上、内側から外側に向かって、このように伸ばすように塗ってください。でこの時も塗り込んではいただきたいんですけど、お肌をこすったりとかしないように、優しく薬指などを使って優しく塗り込んであげてください。やっぱり化粧品でシワを改善するというと、結構時間がかかるんじゃないかなとか、本当に効果出るのかなって思う方も多いかなとは思うんですが、でも先ほどお見せした12年間片側に塗り続けた研究員さんを見ていただければ分かると思うんですが、やはりちゃんと続けると化粧品でもこうちゃんと効果実感感じられると思うので、今あるシワに対しても、未来のシワに対しても、こういったリンクルクリーム使っていただけるといいのかなと思います。来年の1月1日発売になります。皆さんぜひチェックしていただければと思います。今回の動画が面白かった、参考になったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。